キックスターターから早くも1年が経ちました。ソニーさんのステージで発表した時の皆さんの歓声が今も耳に残っています。去年の7月にキックスターターを終えてから少しずつ人員を増やしてきました。年末にはシェンムー2のキャラクターを動かして簡単なバトルや会話などのテストを UE4 で始めました。1月には開発のキーとなる人たちも集まりプロトタイプを作っています。プロジェクトが実質的に動き出してから6ヶ月が経ちました。今は顔の表情やバトルなどで魅力的な表現ができるようになってスタッフから歓声が上がることも増えてきました。良いゲームになる手応えを感じています。バッカーの皆さん、今後ともサポートの方よろしくお願いいたします。